横浜マヨカ病院は、横浜市戸塚区マ岡カ町にある精神科病院。正式名称は、医療法人赤愛会横浜マ岡カ病院である。開放病棟、閉鎖病棟、デイケア設備を有し、精神科病院として、病床数は大規模である。1956年に設立を認可された、医療法人赤外会が1957年4月8日に、神奈川県立、 セリカ病院勤務の事務職員が所有する土地を利用して開設した。設立当初の許可病床数は50床であったが、15年で5度の増築を繰り返して1971年には許可病床数378床となった。その後15年ほどは増築が行われなかったが、1989年に最後の増築を行い504床に、 さらに2度の改築を行って2011年には600床の大規模病院となった。高齢者福祉にも力を入れており、1995年に老人性地方疾患療養病棟を開設。2008年には介護老人保健施設、千の星、横浜を開設。その6年後の2014年、横浜市認知症疾患医療センターの指定を受けた。施設概要 横浜マイカ病院医療法人赤愛会、2020年1月23日閲覧病院の遠隔横浜マイカ病院医療法人赤会、2 0 20年1月23日閲覧 ABCDEF 神奈川医療情報検索サービス神奈川県2020年12月23日閲覧横浜市認知症疾患医療センター 横浜市健康福祉局高齢健康福祉部高齢在宅支援課2020年12月23日閲覧 AB 交通アクセス横浜バイカ病院2020年12月23日閲覧ありがとうございます